というわけであらすじは一通り話したと思うんですけど、まあその要は意味がわからない部分が多いんで、バナナさん的にはあの映画は宮崎駿さん監督は何伝えたかったと思う？いやまあそもそもあの君たちはどう生きるかっていうタイトル自体も、その、あの別作品から撮ってて、それが原作っていうわけではないんだけど、もともと小説のその君たちはどう生きるかっていう漫画化もされて、漫画の方はちょっとだけ話題になったっていうか、あ、そう原作って結構前のやつ、あれは原作は小説結構前な、ちょっと前で劇中で出てきたやつが、そうで、あっちのその劇中で出てきたのは小説の方で、そっちの方がまあ原作の原作というか、もともとなんだけど、でそっちの方がなんかそのちょっと調べて、自分も全部読んだわけではないんですけど、あらすじとかは知ってて、でまあ簡単に言うと、まあ内容自体は全然違うんだけど、その実際にそのタイトル通りにというか生き方についてみたいな、その15歳の少年がどう成長していくかっていうのを書いた小説なんだけど、それもなんかもともとはちょっとその倫理的な小説、倫理の本として書こうとしていたものを結局小説にしたっていう作品で、まあだからそのタイトル的にもそうだと思うけども、もともと風立ちぬで引退するって言ってたじゃないですか、宮崎駿監督は。でそれをあえてその、まあ、止められたのか自分でやっぱり書きたくなったのかは分かんないんですけど、結構だからその最初にも言ったけど教育的なって伝えたい部分もあった、いろいろ書いていたと思うんですけど、まあ一番その劇中でまあ強調されていたというか、その真人くんがその学校に初回された後に、すぐにその学校の人となんかちょっと喧嘩みたいな、そういうことになって、で帰り道にこう自分で自分の傷をつける石で、石でガンガンって頭に、そんなやるみたいな、毒毒血でドバドバ出てて、でまあ当然そのお父さんが、おい誰にやられたんだみたいな、お父さんが何とかしてやるから、あのシーン自体も、どういうことっていう、最初はマジで意味が分からなくて、なんかその、喧嘩したんじゃないのみたいな、全然ボコボコになっ、なんか傷もなかったのに、なんで自分でそんな傷つけた、学校に行きたくなかったのかなとか、いろいろ言われてると思うんですけど、その後もこの、ここに、まあ、傷がつくんですけど、がついた顔が結構メインで描かれる。そうだね、こっちは何も上がってないんだけど、こっちは傷ついてるの、反ってる、ね、そう2ブロックみたいになってきて、で、たびたびにその傷が出てきて、で、最後のところでも、これももう完全にネタバレっていうか、本筋に関わるんですけど、そのこれがなんか自分の悪意の、ああ言ってたね、その自分はそんな純粋じゃないよみたいな、ね、そう、っていうところもあって、でだからその、悪意がある、人間の悪意みたいなものが、結構物語 のキーワードみたいな部分で伝えたいところだったんじゃないかなっていうふうに思って、だからその夏子さんもその呼びかけた時に、最初なんでその世界に行ってしまったかって言ったら、真人くんがずっとそのよそよそしい態度を取ってた、そうね、礼儀正しくもありつつちょっと失礼、新しいお母さんなんだけども、なんかこう馴染みねえだろって思うんだけど、ここは嫌いじゃん、そうそんなもん無理だろって思うんだけど、その別の異世界の中でようやくお母さんに、お母さんって呼べるようになったりとかっていう、だからその悪意が持っている人間がこうどう人を許していくかっていうか、どう受け入れていくかっていうような部分がちょっとしたキーワードというか、そうですね、なんか僕も別の考察見たんですけど、インコが人間の悪意の集合体みたいな考察のされ方もしてて、あの時代ってそのやっぱ戦争してる、インコがその戦争してる大人っていうかその悪意の象徴をなんか連想させるんじゃないかっていう考察もありました。じゃあちょっと交代で、チーズ君的にはね、あの主人公云々は正直あんま見てなくて、あの自分はあの大王子様が宮崎駿っていう風に、あの聞いてから昨日空蔵さんに聞いて、それで自分の中でああなるほどなるほどってなったやつがいろいろあって、あの鳥なんだろうな、なんであんなに鳥いっぱい出てくるなっていうのは見た時からずっと考えてて、で鳥が2種類いて、アオサギ一旦置いとくんだけど、ペリカンとインコって出てくるんですよ。で、あの
その異世界の入り口にはペリカンがめちゃくちゃいて、そうそうそう、でそのわたわた、うん、っていうのをペリカンめっちゃ食う、わらわらわらか、で異世界本格的に入るとインコがめちゃくちゃ出るんだよ、うんうんうん、で何なんだろうなっていうか、俺の中ではその宮崎駿が大王子様とすると、あの世界の中では多分そのインコが多分ね出版社とか広告の会社の人、あおもろい、ね、でペリカンが視聴者だと思ってて、うん、なんでかっていうと多分鳥頭でバカなやつだっていうようなイメージだったんだけど、なるほどね、おもろい見方だな。でインコってさ、聞いたことをさ、聞いた言葉をそのまま発するだけじゃん、はいはい、でサラリーマンそうじゃん、あーおもろいわそれでしょ、それおもろいね。であの世界のインコってあの王子様が作った世界を乗っ取ろうとするじゃん、うんうん、あれって言ったら宮崎駿が作った作品で金儲けしようとしてる出版社とか電通とかと一緒じゃん、うん、で今回の作品ってさ、その広告業とさ一切関わりたってるじゃん、あ、まあ、そこもなんか結構あ皮肉効いてるなとか思ったんだけど、ブランディングと、そう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 、だから宮崎駿の本当にやりたいことっていうのはあるけど、うん、そこってインコのが増えすぎちゃって、はい、今邪魔になってるよね、うん、昔は結構自由にできたけど今インコがいっぱい増えちゃったみたいなさ、うんうんうん、表現もあったじゃん、あなるほどなーって思ってとか、でペリカンってなんだなって思った時に、じゃあインコ以外の人って言ったら多分視聴者とか、うんうん、でその最初主人公が異世界入った時に昔の作った人が墓があって、うん、そこをペリカンがすごいもう食べたい食べたいとかさ、なんか出てきたりとか、で次にその わらわらっていうのが今後人間になる 元の成分、うん、それをペリカンが食べる、うん、これは多分分かんないけど、そのなんか今ってさ、いろんなメディア見れるものがあって、うんそれをなんかもうみんなさ、メディア足りない足りないみたいな感じでいろんなやつさ、その流行り物廃れ物とかのやつをさ、はいはい、パクパク食べてるじゃん、それを今表してるんじゃないかなと思ってて、そう考えた時になんかこの世界って昔は作った頃はすごく発展してってよかったけど、今でも飽和しちゃって鳥も増えちゃって資源もなくなって、資源っていうのは多分なんかメディアのいいメディア、いいエンタメみたいな話だと思うんだけど、それが作れる隙がない、余裕を持って作れないっていう、なんかそういうことなんだなって思った時に、うん、それがどうってわけじゃないけど、うん、なんかそこまで考えた時になんか、あーなんかそういう辛さっていうか、その宮崎駿の自身の辛さっていうのがなんとなく、いやめちゃめちゃいい考察じゃないいやーそう、なんかしかもそれを聞いててちょっと思ったんだけど、うん、その大王子様がもともとその家の中で本ばかり読んでて、うん、であの人はおかしくなったって言われて、はいはい、で閉じこもるようになって世界から帰ってこなくなったみたいなシーンもあったと思うんだけど、それを聞くと確かにそういうのもその実際に自分がその文学とか物語の世界にのめり込みすぎて、うんね、周りからちょっとおかしく見られて、うん、で自分の殻に閉じこもるようになった、うん、自分の世界に、でだから主人公とかその後継者的なものを育てようとしているんだけど、うん、主人公はもう自分はそういう子供のずっとその物語の世界にいられないから自分は大人になると、うん、だから自分は元の現実の世界に帰る、うん、っていうところでその世界を自分のだけの世界しか持っていなかったちっちゃい子供の子供と、あの悪意を感じれない、悪意を受け取れない自分の中の世界だけで完結している世界と、うん、その戦争が起こってみたいな現実、そう現実の人からの悪意を受け取るっていう主人公が対比で描かれてるのかなっていう、ああその自分の好きな世界だから、そうそうそう、ね、もうだから自分の好きな世界だけでもう生きていきたいっていう王子様と、いやそのそんな世界でどんなに辛いことがあっても自分は戻るよっていう、うん、あれもなんかそういう意味だとつながってるっていうか、そうだね、なんかいろいろ作った側のなんか考えが比較的なんかいろんな角度から見えるっていう意味ではすごいいい作品、うんうんうん、いろんな見方ができるからこれはなんか素晴らしいなってそういう意味ではなんかテーマがどうこうとかいろんな見方がある、うん、あとそうそう、うん、俺も言いたかったんだけど、うん、なんかこれ宮崎駿ってさ、なんか映画って一回見てその体験がいいんだみたいなことがあって、はいはい、それを見てもう一回見に行くとかじゃなくてみたいな、うん、その1時間2時間がいいんだみたいなことするから、だからそのこの映画はこういうテーマなんだ、だからこういう考察に行き当たるんだ、うん、っていうことに考えることが、俺はそれがインコなのか、インコとかペリカンなのかなって俺は思ってるんだ、はい、だからなんか単純にもう経験していいなっていうのもある種答えなんじゃないかなっていう、うん、ありがとうございます。最後俺もいいですか。はい、どうぞ。まあなんかよく考察、これ右京になんですけど言われてるのが、この作品、まあ宮崎駿の生前葬っていう例えられる方が、うん、
ります、はいはいはい、要は死んだ後じゃなくて死ぬ前にある程度葬式的な形式を取った作品なのかなって、うん、でそこも踏まえた上で俺がこの作品に出た感想が、俺さっきだるいって言ったじゃん、はい、なんでかっていうと、なんでこの人あんなに人のせいにするんだろうと思って見せたって、あ、なんか、ま、結構さ、まあ、文句言いたいんだなって映画だと思ってた、はいはい、確かに、ね、この死ぬ間際でも後継者育ってないし、ね、お前らがちゃんとしてないからこうなっちゃってるじゃん俺はこんだけ好きな世界があるけど自由にもさせてくれなくて後継者もいないじゃんみたいな、うるせえって思ったんだよ。いやこれ、あのこれ、あの悪い意味じゃなくて作品に真摯に向けると俺の感想、うん、はいはい、でだからそう、要はなんだっけ、あのゲド戦記の後継者とかも、うんうん、結局宮崎駿が求める後継者じゃなかったりとか、はいはい、庵野秀明さんとか、うん、あの元々スタジオジブリですよ、知らない人も、うん、確かそうで、うん、まあ、ごめんなさい間違ったら申し訳ないんですけど、うん、そう、そういう形でその宮崎駿が思い描く後継者とかメディア像ってマジで押し付けたなと思ったから、うんうん、俺はこの映画に真摯に向き合った上で、あの作品がなんか宮崎駿も伝えたいことが嫌い、はい、自分勝手すぎる、まあ、別に俺も人のことは言えないんだけどと思いました、はい、まあ、感想動画だな、あ、そう、感想動画、ただあの動画、あの映像、映画に出会ったこと自体はマジで良かったなと、うん、なんか面白かったとかじゃなくて、あの問いかけの仕方自体は好き、ただお前の伝えたいことは嫌いって感じで、なるほどね、うん、あー、まあ、いや、俺は好きよ一応ね、予防線を張っておかない、俺は好きよまあまあ、そんなところでね、20分近く語ったんで、まあもしこんなね、そんなに編集してない動画だと思うんですけど、今後ともまだ話題になっていく作品であろうと思うので、まあ好評だったら次回追加考察みたいな動画も撮ったら面白いんじゃないですかね、そうですね、まあだから実際、まあ分かってない部分も多すぎるから、もうコメントとかで自分はこう思いましたみたいな、うん、それは本当に考察動画とかも結構好きでよく見るんで、うん、ちょっと僕らもやっぱ気になる部分があるんで、うん、そういうの教えていただけたらなっていう、そうですね、コメント欄もなんか誰の考えも多分合ってないから知りえよ押し付けずになんか、そう、Twitter とか SNS で出せない本当のこのクゾさんみたいな、うん、うぜえよみたいな書いてくれた俺嬉しいかもしれない、変に持ち上げるよりは、そうそうそう、いや面白かったですよ、あ、めちゃめちゃよかった、良かったんですけどはい、まあこういった倒れたところで終わりにしたいと思います、はい、じゃあまたもしちょっとよかったら続きも撮りたいんで、ぜひコメント欄とチャンネル登録高評価お願いいたします、はい、というわけで本当クラブ、君たちはどう生きるか感想についてでした、ありがとうございました、またお会いしましょう。Everybody's needs one go go. Feel power, 全力でいこう。味を出す笑顔。